はい、こんにちは、この子猫です。今日の一日一冊はビクトル・ユゴの93年です。フランスがね誇る文豪ユーゴーといえばミュージカルにもなった「レ・ミゼラブルや」やアニメ映画にもなった「ノートルダム・ド・パリ」が圧倒的な知名度二強を誇りますがいや実は隠れた名作があるのですよ。それがこの93年です。なんとこれ作家ビクトル・ユーゴーの最後の作品なんです。 舞台は1793年、フランス革命が佳境となり、国王ルイ16世が弾頭台の露と消えた激動の1793年が物語の舞台です。主人公は3人、国王派の将軍ラントナック、その老いでありながら、敵対する共和国派の将軍ゴーバそしてゴーバンの死であり、同じく共和国派のシムールダン。 それぞれが自らの信念と正義を信じそれがゆえ敵陣営を苛烈に批判し残虐な応酬が続く恐ろしい時代そんなさなか国王派でも共和国派でもない戦争で夫を失った母とその幼子3人が物語の中核に入り込んできてという話私がねこの本をおすすめする理由二つあるんですね まず1つ目。まあ、いつも通り、ユゴさんの人類愛が爆発しているところです。まあ、レーミズラブルでもそうですが、ユゴは人類のね、持つ愛や道徳、良心を心から信じており、それがね、文章の端々からだダ,ダ漏れしています、まあ。当時からもね、理想主義者だというね、非難はあったようですが、まあ、ここまでね、まっすぐに愚直にね、人道主義を貫かれると、まあ、読んでいてぐっとくるものがあります。 この93年もレ・ミゼラブーに勝るとも劣らないレベルで読者を、ね、感動させる人道的名シーンに満ちあふれていますレ・ミゼラブーの愛にねあふれた世界が好きな人なら93年もハマること間違いなしです2つ目の理由ですが実はこれレ・ミゼラブーと相反するおすすめポイントになります93年は説明的文章が いつものね、融合に比べると少なめなんです。これは融合の長所でありながら、短所でもあるのですが、融合のね文章って、当時の時代背景やある事象のね、詳細な補足をめちゃくちゃ長く説明する傾向があるんです。融合からすると、表面的なものだけではなく、物事を深いところまで知ってほしい、という思いから来るのですが、まあ、読者にとっては、 この説明こんなに細かくする必要あると感じてしまうところも多々あります93年ではそんな説明的文章がかなり減っているためにだいぶね読みやすくなっているんです熱烈な融合ファンからするといつもの長い文章じゃないと物足りなくなるかもしれませんが人にねおすすめするのであればこのね読みやすさはかなりありだと思っていますあとこんな感じで融合のね長所 溢れる人類愛を残しつつも、笛語のある意味短所、長い説明的文章がなくなっている本書。初めての笛語として、かなりね人にお勧すすめしやすい一冊となっておりますので、ぜひ、93年、読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日、一冊、おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。